吉田さん、お疲れ様です。昔ね、シルベスタースタローンのランボーっていう映画があったと思うんですよ。この前完結編ファイナルブロッドっていうので幕を閉じたんですけども、何ですかね、足掛け40年近くやっていた長編じゃないかなと思うんですけども、最初はファーストブロッドっていうね、タイトルで、日本名でランボーっていう名前がついたらしいんですけども、まさにあれはね、ベトナム戦争の帰還兵の話だったんですよね。まあドンパチやってるところだけがすごく注目を浴びたんですけども、それが分かるのがラストのラストのラストシーンで、なんでおめえこんなに暴れたんだっていうふうにね、元上官がランボーを問い詰めた時に、いや俺はねもともと戦争なんて行きたくなかったけど、あんたが命令で行かしたんだろうって、でベトナムに行って勝てる戦争だって聞いた、しかもそれは大義がアメリカにあるというふうに聞いたんだけども、ドンパチやってったらどうも違うぞと、無抵抗なベトナムの人たちをただ殺してるだけじゃないかと。で案の定空港に帰ってみたらね、戦争が終わって引き上げてきてみたら、お前らは子供たちを何の罪もない奴らを殺したんだって言って、てっきり英雄視されると思って出かけていった戦争に帰ってきたらね、ゴミのような扱いを受けたんだと。で元機関兵ってことで、まあおとなしく暮らそうと思ったら、駐車場の係もやらせてくれない。で戦場ではもう100万ドルもする戦車を動かして、もういろんな高価なね兵器をね使いまくってきたけども、でも戦争が終わって本土に帰ってみたら、まるで人間じゃないみたいな扱いを受けてね、もともと自分で行けって言われたような戦争で、やりたい戦争ではなかったんだけども、ベストを尽くした結果こんなことになっちまったと。しまいには片田舎でどっかの保安官になんか意地悪されてね、飯も食えねえみたいなね、どうしてくれんだみたいなねことだったんですけどね。でヒットしたのはその最後のそのランボーの同国がね、まさに同じように当時ベトナムから帰ってきて、いろんなね心的障害ストレスを抱えた PTSD っていうのを抱えた機関兵たちの胸を打ったんですよね。もうよく言ってくれた、これが痛かったんだと。もう俺たちは兵役があるから行ってみた、そんなに希望したわけじゃなかった、まあ、中にはねあそこには悪い奴らがいるからやっつけてくれみたいな感じで正義感に駆られていったけど、何のことはない、単なる騙されて、まあ、情報をね統制されて、悪党がいるからやっつけに行け、ゲリラがいるから皆殺しにしろって言われたけども、普通の人たちじゃないかみたいなね、無抵抗なベトナムの人たちを殺しまくって挙句戦争には負けた、何なんだこれはみたいなね。で帰ってくればね、戦友は死んだ者もいれば、片手片足を失った者もいれば、帰ってきて自分の帰還したことを身内に誇ることもできない、単なる子供殺しじゃないかみたいな感じでね、でなんかこう一生日の目を見ない帰還兵が、まあ、当時はいたらしいんですよ、で映画時代はねもう長編にわたってドンパチやるだけで、なんだこれやとアクションのスカッとする系かなと思ったら、実は最後にそういうオチが隠されていて、これはあんまりだなっていうことでね、まあ日本に入ってきた時は全然その意味が分かんなかったんですよね。日本人にとってみたらベトナム戦争っていうのは何の戦争かよく分かんないような、どっかの国でやってるもんでしょっていう感じだったんですけどね。でまさに今その吉野さんが言われたロシア兵の話じゃないですけども、今ロシア兵ってだから20代の兵隊ですよ。で職業として軍に入っていろんなね来たるべき国防のために備えてきたけども、なんか行け攻めて行けって、無抵抗な人間を殺しに行けって言われるわけでしょ。まあまさにそうは言われないと思いますけども、多分ウクライナが不本な動きを企んでるから、アメリカと組んで結託してロシアが滅ぼそうとしてるから先制攻撃だみたいなね、軍の教育で洗脳されていったんだと思いますけども、蓋を開けてみたらなんかねどうも違うぞと。どう考えてもあれは単なる幼稚園じゃねえか、なんであそこが攻撃命令になってんだ、でも命令に従わないと、怒られるから、もしかしたら軍法会議にかかるかもしれないから、とりあえずミサイル撃つかみたいな感じで撃ったらね、案の定そこでさっきまで楽しくボールで遊んでた子供たちが爆発に巻き込まれてね、腕や足を吹き飛ばして死んでいくわけでしょ。で今度は病院を撃てって言われるわけですよ。で病院なんで撃つのかなって分かんないけど撃ってみたら、そこではね、病人や怪我人がもうなんか這いつくばって逃げる姿とかね、それをかばおうとする看護師さんがいて、
自分は何をやってるのかなっていうところでかなり、心痛めてね、そのまんま降伏して投降する兵士もいるらしくって、その中でなんか捕虜になったね兵士がなんか自宅に電話をするシーンとかあるんですよね。なんかとんでもないことをしてしまったかもしれない、もうこのまんまじゃもうパパやママのところに僕戻れないよみたいな、さら電話の向こうでね、今どこにいるんだって、早く帰っといでって言われるけど もうこんな無抵抗な人を殺してしまって、しかもそれが世界中に放送されていって、とてもじゃないけどももう綺麗な手と綺麗な顔でママに会えないみたいなねことを言われててね、なんか役者かなと思うぐらいのねリアリティがあったんですけども、軍隊番号とね名前とそれから顔さらしでやってるから、まあ間違いなくこれは軍に従事している人がそうなったんでしょうね。とてつもないことが起きてますよね。だから SNS でリアルな戦場のそれこそ捕虜になった人たちとかね、リアルタイムで怪我した人の声が今聞けるとかね、なんかすごいですね、まあ、でも今我々はこうやって相変わらずなんか普段の暮らしを送っていて、今日の晩御飯何かなとかね考えてるかもしれませんし、なんかインターネットの向こうで誰かと誰かが揉めてるみたいとか言ってね、論破だとか言ってからね喜んでる人がいたりとか、何なんですかね何なんでしょうねってことですよね、だからまあ結論としてはね、情報は人を生かしもし殺しもすると、だから正確な情報を受け取って正確な判断で使っていかなければ、もしかしたら無辜な住民をね一方的に虐殺してるのを正義の戦士だって自分で思っちゃうかもしれないし、そういった自分が戦場に行くことを気をつけて頑張ってねって送り出す奥さんとか家族がいるかもしれないって考えるとゾッとしませんかってことですよね。はい、でね、すごくショッキングなんですけども、そのウクライナでは今地下鉄に逃れて、なんか空爆に耐えてるらしいですね一般市民が、でもみんながみんなね平穏な暮らしじゃなくって、中にはね妊婦さんとかもいらっしゃって、地下鉄で出産してお湯もないし電気もないしミルクもないところで、なんか生まれたところが地獄戦場みたいなね、そんな現実もあることを考えると、ちょうど75年前、日本でも、まあ、毎日こうだったんだろうなと。空襲があり防空壕に逃れて、そこでも結婚式があり出産があって、まあ、死んでいく人たちとね運よく生き残る人たちといたのかなと思うと、まあ繰り返されてますねどっかでね、こういうのがね、まあ、億万長者とはあんまり関係ないんですけども、まあ、ここに何か解釈を用いるとしたら、生きてるうちにやっとけってことですよ。何もかも生きてるうちにやっとけと、明日にしていいことは全くないぞと、明日は戦場がここが戦場になるかもしれないということですね。あ、ちなみにガソリンの高騰と、それから食料品の値上げは一気に来ますねこれは、去年の春に来ると思ったんですけどね、まあ、こういう形で今年来ると思わなかったな、じゃあ備蓄に走りましょう。いってらっしゃい。